京都6レース実況でご覧いただきます。京都競馬場6レース3歳1勝クラスダート 1200m 出走16頭です。5レースの前からダートコースコンディションがやや重へと変わりました。芝がやや重、ダートやや重の京都競馬場です。昨日は 31.5 ミリの雨を観測した京都競馬場ですが、表面はだいぶ白く乾いています。ダートコースです。今日はオーストラリアで、馬場内には日の丸とともにオーストラリアの国旗が掲げられています。その旗が風に緩やかになびいています。バックストレッチ左手でのゲート入りは16番のハイン・ザ・スカイ。3歳馬16頭による争い、ダートの 1200m 戦。おっと、中で1番のメルティショコラがうるさい素振りを見せていって係が集まっています。一旦小林修斗騎手はまだ馬に捕まっていますか。かなりちょっと体勢が不自然のように、あ、スターターが降りました。今スターターが降りました。京都6レースは発走が遅れます。さて、京都6レースこの後ご案内があるかと思いますが、スターターが一旦ゴンドラから降りました。1番のメルティショコラの受賞かと思います。枠入りの時にアクシデントがありました。京都6レースの発走が遅れます。この後詳しい状況については競馬場から案内があるかと思います。3歳馬によります1勝クラスの一戦、ダート 1200m16 頭立ての競争、枠入りが始まっていたんですが、1番のメルティショコラ、小林修斗騎手だったかと思いますが、枠入りの時にアクシデントがあった模様です。まだゲートの中に馬がいるんでしょうか。ちょっと、影になって確認はできませんが、この後詳しい状況をご案内です。京都競馬第6レースの1番メルティショコラは発馬機内で暴れたため馬体検査を行います。なお検査の結果は分かり次第お知らせいたします。ご案内の通り、これから京都6レース1番メルティショコラは馬体検査を行います。ジョッキーを下ろした状況で今ゲートから出てきた状況がちょっと引きの映像ではありますが確認ができました。これからメルティショコラ馬体検査です。ですから京都6レースの発走時刻は幾分遅れるかと思います。もうすでに予定の時刻から3分半が経過しようとしています。この後直近発売の締め切りが近づいているレースですと、東京6レースが13時5分の発走です。東京6レースは13時5分の発走です。お買い漏れのないようご注意いただきたいと思います。ジョッキーを下ろした状態で1番のメルティショコラ、今馬体検査を行っている京都競馬場です。京都競馬場はお天気晴れ、芝やや重、ダートも先ほど重からやや重にワンランク回復をしています。はい、今日は平安ステークス好メンバーが揃ったダートの重賞が、さあ再びスターターが姿を見せてくれました。お待たせいたしました。京都6レース3歳1勝クラスの一戦、メルティショコラ除外となって15頭、実況でご覧いただきます。京都競馬場6レース3歳1勝クラスダート 1200m1 番のメルティショコラ、競争から除外されて16頭立てが15頭立てに変わっています。ダートコースはやや重のコンディションになりました。京都競馬場バックストレッチ左手でのゲート入りはあと1頭です。16番のハイン・ザ・スカイ、2勝目を目指す3歳馬15頭の争いに変わりました。京都の6レース枠入り完了、スタートしました。
先行争い外から14番ナムラジョシュア好スタートを切りました。今日はナムラジョシュアが先頭を主張するか。12番のターンソウルがそれに並びかけて、内からは4番のドンアミティ行き足がつきました。間から8番ノースディーバ、先行争い激しくなって3頭、それから内を通って2番のエコロドゥネスが続いていきます。外を通ってプライムレート、それから13番グランファロー、14番ナムラジョシュアは中段になりました。後のグループ15番のクイーンズベルは中段の外目800切りました。5番のタガノチョコラータが徐々に位置を上げて上がっていきます。3コーナーのカーブ、あとは3馬身離れて3番アッサーチェンチ、7番のカイザーブリッツが2頭並んで3、4コーナーの中間を目指します。600を切りました。34秒9での通過。後方は内から16番ハインザスカイ、10番のデアシュトゥルムは今日は後ろになってしまった。6番のコパノハンプトン後方から2頭目、最後方1頭遅れて11番のワイヤー最後方。4コーナーのカーブ400切りました。先頭4番ドンアミティエ、ドンアミティエ先頭で直線に向きました。8番のノースディーバがこれを追ってくる。その後ろは4馬身離れて13番のグランファロー3番手、外から5番のタガノチョコラータが3番手争い。残り200を切った、突き放した。4番ドンアミティエ先頭、4馬身5馬身6馬身大きなリードになりました。4番ドンアミティエ先頭、2番手8番ノースディーバ粘れるか。3番手6番コパノハンプトン追い込んできた。先頭4番のドンアミティエ、ドンアミティエ5輪、2番手は2頭接戦。8番のノースディーバ粘るところ、6番のコパノハンプトン最後2番手争いに一角まで食い込んでいます。勝ちタイムは1分12秒に激しくなった先行争いをさばいた4番のドンアミティエ、直線は後続にぐんぐんとリードを広げていきました。4番のドンアミティエ勝っています。藤岡幸太騎手2着争い、8番のノースディーバいっぱいに粘るところ、6番のコパノハンプトンが後方から足を伸ばして2番手3番手は接戦です。勝ちタイム1分12秒に、上がりゴールまでの 800m は48秒8、600m は37秒3でした。京都競馬場6レース3歳1勝クラス、1番のベルティショコラが競争から除外されて、16頭立てが15頭立てに変わりました。4番のドンアミティエ逃げ切って圧勝、2着争い際どくなって8番のノースディーバいっぱいに粘ったか、6番のコパノハンプトン差を詰めて2着3着接戦、その後ろに13番のグランファラオ。2、3着際どかったんですが、どうやら映像を見ると8番のノースディーバが残しているように見えました。最終オッズ4番8番6番でお伝えします。1番人気、9番人気、2番人気の順です。単勝4番 1.9 倍、枠連24 23.1 倍、馬連4番8番 38.4 倍、馬単4番8番 48.9 倍、三連複4番6番8番 33.8 倍、三連単4番8番6番 163.1 倍です。2、3着は写真判定になったようです。京都6レース確定までお待ちください。